自分にとって XG とは宇宙です。でもこれはすごく意味があって、その宇宙ってその無限じゃないですか、その果てがないというか、 XG でいる時とこうメンバーと一緒にいる時になんか何でもできるっていう、もうよくわからない自信とか確信がすごく持てるので、宇宙っていう風につけさせていただきました。はい、私にとって、人生を生きていく中でなくてはならない、本当に心臓のような、本当にもう XG がいないと生きていけないっていう、そういった大切な存在です。私の夢が XG として世界で一番になるっていう夢なので、 XG は一生のパートナーだし、この XG の7人のメンバーとサイモンさんと一緒に輝いた未来を見に行きたいです。そうですね、私の一生の宝物だし、人生を変えてくれた存在。特別にしてくれるもの、固定概念を壊してくれること、 XG とは宝物、希望、私の長年の夢です。5年間の練習生期間を得て、その前からも自分がアーティストになりたいって思って、で初めはソロとしてやりたいってずっと思って歌を練習してきたけど、他のメンバーも含めていろんな魅力をもっと一気にバッてこう世の中に見せれるって思った夢がガールズグループだったので、それが XG として今こう入れてることがすごい嬉しいし、長年の夢だなと思います。自信ですかねなんて言うんだろう、XG でいると自信がつくし、みんなといるとなんか楽しいし、なんて言うんだろう、常にワクワクが止まらないものが XG だし、本当にサイモンさんと出会ってから自分がもっと人生楽しくなったと思うし、自分は今17歳なんですけど、20歳になっても30歳になっても40歳になってもどんなに大きくなってもやっぱ満足したくないっていうか、常に新しいことしたいし、常にキラキラしてたいので、なんか自分を止まらせられない存在が XG なんじゃないかなって思います。ファミリー家族ですね、本当に。私の人生の一番大きな部分であって、すごいここで得たものはすごい一生大切なことばかりなので、本当に XG のメンバーになれて本当にありがたいし、世界で通用するアーティストになるっていう夢を絶対叶えられるように、これからも頑張っていきます。人生です、もうかけがえのない人生です。でこれから私が大きくなって、どんどん大きくなっておばあちゃんになっても、この XG ライフについて XG のみんなと、あとはサイモンさんと語り合える日を楽しみにしてます。X-Galaxy. X-Galaxy.
Thanks, Alex. Welcome to our home. 열심히가 아니라 열심히 물론이고 반드시 이뤄내겠습니다. 네. 감사합니다. Woo! 네, 일단 여기는 녹음실이고요. 이렇게 뭐 크진 않지만 정말 녹음을 최고의 퀄리티로 낼 수 있게 신경 써서 이렇게 설계나 좀 방음, 흡음 이런 부분들을 이렇게 만들어 본 곳입니다. 네, 그래서 이런 디퓨저라든가 이런 것들도 다 좀 색에 맞게 이렇게 디자인을 했고요. 약간 우주 육성하고 이제 데뷔조를 세팅했을 시절에는 도쿄에 굉장히 좋은 환경에 있었는데 그러고 나서 이제 거기가 없어지고 이제 한국으로 오면서 거기를 없애고 한국에서는 진짜 제 지인 이제 통해서 그 지하 연습실 같은 데에서 저희가 그냥 직원 3명이랑 아티스트 7명이랑 거기서 사실 사무실, 연습실 겸해서 사용을 했었고 그러다가 이제 재작년 말쯤에 이제 지금의 춤 연습실이 있는 구사옥이죠. 거기서 이제 공사하면서 이제 엑스갤럭스로서 이제 엑스지에 집중할 수 있게 좀 업무 환경이나 이런 좀 크리에이티브 할 수 있는 공간적인 에너지나 아티스트도 좀 여기 와서 좀 이렇게 릴렉스도 할 수 있는 그런 거를 좀 생각하면서 처음부터 인테리어부터 이렇게 참여를 했던 곳이라 애정이 많습니다. 여기 보시면은 사실 그 우주선 안에 있는 듯한 좀 착각을 할 수 있게 그런 창문 같은 그 디자인도 그렇고 밖에도 실제 볼 수 있고 녹음 부스랑도 연결돼 있고 네 그렇게 되어 있어요. 이거 있으면 여기 룸 다 들려. 다 들려. XG의 ちょっと待って. 예상할 수 없는 거야. 너네들이 알고 있는 거야. 그리고 나는 올해 안에 이걸 내고 싶다라는 생각이 갑자기 강하게 들었다. 初めまして、韓国から来たサイモンです。こう本当にサイモンさんと長い月一緒にいさせていただいて分かったんですけど、こうサイモンさんは常に自信満々で本当に情熱的な人なんですけど、その中にもすごく繊細な面があって、あ、こういうサイモンさんもいるんだなっていうのをすごく学んで、私もそこをすごくリスペクトしていて、こう影響をたくさんもらってるんですけど、そういうところを私たちに見せてくれるところがすごくかっこいいなって思うところです。やっぱり練習生の頃はすっごく私たちにもう厳しく当たってくださって、当時はすごいサイモンさんと接する時にすっごい緊張していて、私たちのプロデューサーさんっていうそういったイメージというか印象だったんですけど、でも今はこうしていろんな景色を一緒に見て、いろんなことをたくさん一緒に経験させていただいて、で5年間という長い期間を一緒に過ごさせていただいて、家族のような存在に私はなったし、本当のお父さんのような存在です。そういつも本当に情熱的で、どの時も子供心を忘れないところと、これは私たちがすごい知っていることなんですけど、モノマネのクオリティがすっごい高くて、一度皆さんにも見ていただきたいです。サイモンさんのいいところは本当にたくさんあります。もう
周りの方々をすごい大切にするっていうことと、もう自分がやりたいことをはっきりと分かっているところ、もう一つのことに人生をかけて最後までもう挑む姿勢が本当に素敵なところだなって思うし、自分もそれを見てよし負けないぞって思える、その一つのモチベーションにもなってるので、すごいそこは本当に尊敬しています。あと音楽に人生をかけてるところ、サイモンさんの好きなところはすごい面白くて優しいところと、本当に強い狼のような殺気を持ってらっしゃるところと、三つ目は私たちにアドレナリンを与えてくださるところです。なんかサイモンさんが絶対大丈夫っていうことを、例えば普通の方が言ったとしたら、あそうだよね大丈夫だよねってなるんですけど、サイモンさんが言うことによって、その絶対大丈夫だよっていうのが、うわ大丈夫ってなります。そんな感じです。俺らが作る、はい、ラスカオやべ俺今もう言い過ぎ、オフレコ言い過ぎだ。大丈夫です、最高です。そう、言葉にできない、あの宇宙人です。あの宇宙人ですっていうのも、本当に人間じゃないくらいの多彩な才能と能力と、もうクリエイティブ面でのアイディアとかも本当にセンスが本当に良くて、いろんな才能を持ってらっしゃって、すっごいリスペクトするお父さんのような存在です。サイモンさんとのストーリーを話すともうキリがないので、もうここでは話せないほどなんですけど、本当にどんなことでもサイモンさんってすごい信じてくださるんですね。自分が XG になるため の、 そのお叱りの言葉をいっぱいもらったんですね。でも自分がもちろんその時は悔しかったし、なんでって思う気持ちだったりとか、でもその怒られてもどんなことも受け入れてくれるし、どんな話でもまず聞いてくれる。でそれが間違ってたらちょっと違うと思うよとか、でも僕はこう思うよっていうのをすごい、なんていうんだろうな、真摯にお話を聞いてくれたりとか、いつも信じてくれるところがすごいサイモンさんの好きなところです。いっぱいあります。まずは練習生の時に、思考は人生を変えるからねって私にもう面談の時に言ってもらって、悪いことがあった時もいいことがあった時も結局ポジティブにやっていこうっていう意味で、結構運命だってサイモンさんを使ってくださるし、サイモンさん自身それが本当に運命だと思って多分私たちに伝えてくださってるので、運命ってあるんだなっていうのをサイモンさんの言葉から学びました。直しててほしいところちょっと一つあって、歩くのが早い、サイモンさんって歩くのめっちゃ早いんですよ。だからいつもこうついていけないんです。なので、まあ、歩くのを少し遅くするか、あの後からついてきてもいいならその大丈夫なので、それをお聞きしたいです。お願いします。以上です。毎日毎日サイモンさんの限界を超えるまで頑張ってしまうところですかね。もう本当にプロデューサーさんとしてすごいたくさんのことをやってくださってるので、もう頑張りすぎずにたまには休ませてくださいっていうのを伝えてしたかったです。直してほしいって感じで、そんな感じです。あと直してほしいところはモンスターをたくさんのところと、本当にお父さんのような存在でもありながら、やっぱ音楽をするときはなんて言うんですかね、お兄さんのようなそういう存在で、で時には多分生まれ持った天才なんだと思います。私はもう音楽だったりセンスだったりがすごい天才そのものだなって感じる時があるので、お父さんお兄さん天才で、あと直してほしいところはやっぱあれですね、モンスターを飲みすぎてしまうところです。直してほしいところなんだろう。
みんななんて言うんですかね。ひなたの教えてあげる。はい。モンスターたくさん。確かに。そうです。それも結構昔から言われてるんですよね。モンスターはあんまり飲みすぎは良くないです。どうですか、リスト。新しくできて。僕の誕生日に、2年前かな。ひなたが描いてくれた絵で、ここがみんなの色で、ここが僕らしいです、で、ここが銀河ギャラクシー、いろんな星がある、これは去年の誕生日です、で、メンバーみんなが参加して作った作品、いつか展示会とかやっても本当にいいんじゃないかな。カエルは、このカエルはチーサが一回日本に1年以上ぶりに休みで帰った時にお土産で買ってきてくれたやつで、これなんかサイモンさんっぽいですって言ってじゃじゃーんが놓친부분이있으면코멘트해주시면돼요 Only female, 여자여자그룹을만들려고요그래서지금한1년째트레이닝하이하이이코네아제가아제가사이먼이라는본명지금미국에서는사이먼이라는본명이있는데이름이되게많아요어머니도일본분이고아빠가한국분이어서미국이름은이것도 TMI 인데Park Simon Juno고일본이름은 Sakai Juno 예요어쨌든전 Simon 이라는이름으로계속불려왔기때문에 Simon 이라는이름을쓰는데 Jacobs 가 JA 가 Japan 이고요 KO 가 Korea 고요 PS 가 Produced by Simon 이에요결론을말씀드리면은 Jacobs 라는게저의새로운아이덴티티고진정한아이덴티티라고생각이드는게일본과한국의문화적교두보역할을제가이렇게큰소리로얘기하는게저밖에못하는부분이분명히있다고생각합니다근데그런것들을저는이렇게혼혈로태어나서이두나라더군다나미국에서태어났기때문에팝음악과흑인음악을좀좋아했고그런좀다양한글로벌감성을가질수밖에없었던음악으로서는하나로이을수있다고저는믿고있고그밖에아트로서그래서그런부분으로이룰거라는확신하에한단계한단계열심히하고있습니다그래서제이콥스는그런의미입니다안녕하세요와많이들어주셨네여러분안녕하세요반갑습니다와진짜이제중골이드디어시작됩니다네진짜반갑습니다여러분시작하기앞서서먼저게스트부터소개할게요여러분도아시는분도있겠지만게스트부터소개하겠습니다네지수입니다들어오시죠안녕하십니까아반갑습니다오랜만에진짜이렇게너무많이들어오셨는데요그죠너무많이들어오셨고너무반가워요일단본격적으로제가5년동안준비해온프로젝트를소개를해보겠습니다X 기존에 X 갤럭시라고제가또해외가면서직접만나뵌분도있고또주위에서또설명을드렸었는데기존 X 갤럭시에서조금바뀌었습니다어떻게바뀌었어요 X 갤럭시입니다그래서일단 X 로고한번띄워주시겠습니까오、네、지금이게처음으로공개를하는거고요 X 갤럭시라는
프로젝트명으로 저희가 정하게 됐고요. 대담한 문화를 저희는 만들어내서 전 세계에 전파하고자 한다 하는 그런 글로벌 엔터테인먼트 프로덕션이라고 생각해 주시면 됩니다. 이제 5년간 이거를 준비를 했잖아요. 그죠? 이제 네. 첫 번째 팀이 드디어 나오게 됐습니다. 여러분들 곧 선보이게 되게 됐고, 이 팀의 이름을 오늘 진짜 팀 이름도 공개하겠습니다. 공개를 다 오늘 다 공개하는 거예요? 오늘 먼저 공개를 드리고 싶었고, 그래서 오늘 이 자리가 돼서 너무 기쁜데, 일단 첫 번째 걸그룹의 이름부터 말씀드리면 두 글자입니다. 두 글자? 네. XG. 네. 나온다! 로고 이렇게 보시고 말씀드릴게요. XG. 물론 이 프로덕션 네임과 굉장히 비슷하게 보이실 텐데요. 네, 말 그대로 X갤럭시의 의사를 좀 이어받은 그런 네이밍이기도 하지만 또 특별한 뜻을 가지고 있습니다. 네. Extraordinary Girls라고 비범하고 평범하지 않은 그런 특별한 여자 아이들이라는 그런 뜻을 가지고 있고요. 그리고 랩, 보컬, 댄스 이런 출중한 실력을 갖고 있는 멤버들이 구성되어 있고 무엇보다도 되게 5년간 같이 들어와서 같이 함께 준비하고 정말 트레이닝을 같이 거쳤기 때문에 굉장한 그런 마인드셋과 이런 또 팀워크 그런 것들이 굉장히 멋진 아이들이라고 제가 네, 설명드릴 수 있고요. 근데 지금 채팅창을 보는데 네. 와 진짜 다양한 나라에서 참여를 해주셨어요. 진짜 야, 감사합니다. 네. 멕시코, 브라질, 칠레 진짜 뭐 일본도 한국 물론 야. 오스트레일리아 그리고 인도네시아, 필리핀, 싱가포르 진짜 정말 감사합니다. 오늘 와주셔서 너무 감사드리고 일단 오늘 설명 들은 걸로 조금 만족하실지 모르겠는데 저희가 진짜 보여드릴 수 있는 거 다 보여드린 거고 그런 거니까 좋게 봐주셨으면 좋겠고 정말 진짜 소중하고 정성스럽게 이 키워온 친구들이고 같이 이렇게 커왔어요. 그래서 이 친구들을 좀 잘 좀 봐주셨으면 하는 마음이 큽니다. 그래서 한번 또 무대 나와 퍼포먼스는 냉정하게 보시고요. 정말 잘한 친구들이니까 기대 많이 해주세요. 저도 또한 이제는 좀 더 왕성하게 여러분들에게 좋은 소식을 들려드릴 수 있도록 네. 왕성한 활동도 계획 중에 있으니까요. 네. 네. 우선은 XG에 좀 집중해서 저도 또 간간히 여러분들에게 좀 재미난 즐거운 소식들 들려드리거나 음악 활동이나 이런 것들도 할 수 있도록 하겠습니다. 네. 정말 저도 네, 플레이어에서 노래나 음악 활동 진짜 계속 그리고 있고 계획하고 있으니까요. 여러분들 많이 기대해 주시면 감사합니다. XG 화이팅! XG 화이팅! 감사합니다. XG! 네. 야, 本当にやるってことはずっと分かってたんでイメージはしてたんですけど結構緊張してでもやっぱこうファンの方たちがこう目の前にこうバーって見えてやったらすごくまあ普通に楽しくてで今までこんな待ってくれてて、まあ約5年間本当に何の活動もしてなかったのにもかかわらずずっとこのプロジェクトをやってきた自分を知っている方たちがずっと待ってきてくれたっていうのがすごくありがたくて、その方たちにいよいよこのプロジェクトがオープンするっていうところをこう初めてこう説明できることができてすごくなんか嬉しかったっていうのと、まあ、デビュー前に少しでもこの私たち、プロダクションのこう初の、アーティストの、そういう色、方向性をこうより知ってもらいたいっていう感じが強くあります。はい。では、今映像が映れるようにやっとなったので、はい。で、みんなの、ダンスの映像、デビュー前の、世の中に出るコンテンツです。
はい、楽しみにして、見てください。Yeah, they ain't gonna like it. They ain't gonna like it. どうでしたか？みんな、皆さん、みんな拍手してくれてて、本当に、嬉しいんですけれども。みんなすごく頑張って韓国で、育成生の思いを出しながら、練習して作ったコンテンツです。그래서오늘사실무엇보다도아이들을보고싶어하실것같고예그래서오늘특별히우리 XG 친구들이지금저희스튜디오에서기다리고있거든요그래서우리애들을보여드리고싶다는생각이들어서네저희가준비해봤거든요예그래서보고싶으시죠예그래서지금제가부르겠습니다아유우시는분이계시네네일단애들한번만나는시간가지시죠네잠시만요들어와안녕하세요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 이거도잘보이나이렇게오와다보여お久しぶりです。じゃあ待ちます。レイミーあーミカちゃんみんなすごい可愛いお兄さんありがとう。わシーサーたーレイミーたーあこちゃん元気元気みんな元気？みんな大人になりました。ねえ、なんかみんなすごい大人になった。大人になったよね。いつも日本からたくさん応援してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。絶対にお父さんとお母さんたちにたくさん恩返しできるように頑張ります。頑張って。頑張って。踊り見てめっちゃかっこいいよ。もう最高。なんかマスクの見たよ、マスクのやつ。マスクの見たよ。かっこよかった。かっこよかった。いつも心はみんな一緒。離れてても一緒。Yes。で、毎日毎日みんなのこと考えてるから。うん、みんな本当に誇りを持って。もう本当。ありがとう。もう本当に、なんか、サイモンさんたち、本当に素晴らしいと思う。ママたちと同じ気持ちで、みんなを愛してくれてる。本当に。本当に。いや、よかった。まさか、まさかこんな、みんなに会えるチャンスくださるなんて。ね、本当にみんなで顔を合わせてね、お母さんとかも。最高。嬉しい。最高だね。サイモンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当、こんな機会をくれて。ひなた？はい。ひなた、髪の毛外国人みたいになってる。似合う、似合ってるわ。似合ってる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 。まず、なんかずっと会えてなかったり、こうお話できてなくても、こうずっとサポートしてくれたり、荷物送ってくれたり、やっぱり一番こう支えてくれてるっていうこういう愛情をトークでも感じることができるのはすごい本当にありがたいし、絶対に絶対に恩返ししたいっていう思いでいっぱいなので、もうまずはママのポン酢スパゲティが食べれるように
食べれるように一生懸命頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとう。本当にまず、待って緊張しちゃった。やっちゃう。すごくこうやって、こうやって、なんだろう、やっと、こうやってみんなのこと、みんなの XG をやっと、こうやって見せれるのが本当に嬉しいし、本当にこれからがスタートだから、そうやってずっとこうやって待ってくださってて、本当に、嬉しいし、ずっとずっと待っててくださった分、ちゃんと今からちゃんとスタートして、絶対にいい姿と、めちゃくちゃもう、もうやばすぎる。この XG を絶対に見せていくので、もうずっとずっと期待しててほしいし、これからみんなでもっともっとかっこいい7人になっていけるように頑張ります。ありがとうございます。本当に頑張れ、頑張れよ、ゆりちゃん。元気元気やで。めっちゃもうここでみんなで一生懸命夢に向かって、デビューに向かってみんなでこうやって頑張ってるから、ママも本当に絶対恩返しするし、みんなでもビッグなアーティストになって、本当にもう想像もできないくらい素敵な存在になって、ママにもすごい大きな恩返しできるように頑張るから、それで絶対みんなも一緒に7人でこれからもっと大きくかっこよくなるから、うん、誇らしい7人になるから、うん、これからも応援よろしくお願いします。泣かせるなよ。泣かせるなよ。ひな、明日はパパも金髪にしてくる。はーい。はーい。ゆかちゃん、エリーだよ。エリーちゃん。うん。ママが、いつも、元気に、健康的に、すごい、待ってるから、絵もすごい頑張れるし、これからも、ママにめっちゃかっこいい、もう世界一かっこいい自慢の娘になれるように本当に頑張れるから、頑張るから、もうすごいかっこいい姿、ね、本当に見せたいし絶対見せるから待っててね、安心してね、うん、頑張るね、頑張ろう本当に、ね、世界に行ってね、うん、頑張ろう。かわいい。ありがとうね、本当に。うん、大丈夫よ。大好きよ。本当に世界中大好き。うん。ラブユー。ありがとう。Hello。はい。元気だよ。今までずっと4年間応援してくれてありがとう。かわいい。本当にこの素晴らしいメンバーと一緒にこうやってデビューできて本当に何よりも幸せだし、もう絶対これからも初心の気持ちを忘れずに、本当に感謝の気持ちも忘れずに、かっこいい世界一かっこいいアーティストになるから待ってて、頑張る頑張るから待っててね、本当に
で絶対 VIP の席にママとパパを絶対連れていかせるから、本当にそれまでにずっと健康でいて、何よりも安全に毎日ハッピーで幸せで過ごそう。ありがとうね。パパの言葉、毎日ハッピー、感謝の気持ちを忘れずにコロナ注意。毎日の連絡事項。そうだね、世界一のアーティストになることをママとパパも願ってます。はい、全員で力を合わせて、いろんなことあると思うけれども、そういう時はハッピーなことしか考えない。うん、頑張れ。はい、頑張る。世界中で一番 love you。 Love you so much. I miss you. Miss you too. Love you. ママもう泣いたよ。もうママが泣いたらジュリも泣いちゃうから。だって頑張る。とっくり。話したいことがいっぱいあるけど、何よりもそのずっとお父さんだったりお母さんだったり、こう会えない中でもずっと応援してくれてることだったりとか、みんなのことを待ってくれてることに本当に感謝の気持ちしかなくて、その連絡とかも取れなくてもいつでもお父さんだったり、お母さんのことを私たちも思って一生懸命頑張っているし、みんなで本当に絶対にかっこよくデビューして、これからね、まだ始まってもないから、本当にここからみんなで頑張って、会えなくてもこうみんなが広告だったりテレビだったりラジオでも、そんなところでみんながお母さんたちお父さんたちに姿を見せられるように、これから絶対にしたいなって思います。だからママ本当にいつもありがとう。そのジュリのために頑張ってくれて、ジュリもそれに負けないように本当に頑張るね。大好きだよ。大好きだよ。お母さんたち、お父さんたちはね、みんなあなたたちのアンテナの高さと行く先がもうみんな本当信じて待ってるから、みんな頑張ってね。なんかね、それしか見てないけど本当泣いちゃうけど、みんな頑張って、今日素敵だよ、みんな、ね、ありがとう、大好きだよ、本当にたくさんたくさんありがとうございます。その分本当に頑張ろう、みんな今日のことを絶対に忘れないで、ここからが本当にスタートだと思うから、いつまでも諦めなくてかっこいい XG になります。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見ててもとてもな時間だったので、すごくこの時間とってよかったなって思いました。本当ありがとうございました。本当に多分子供たちにもすごいいい時間になったと思います。はい、ジュリン아사야주린성부른거진짜거의처음인데리더고요좋은의미로딸보다아들같아요예주린은예강한에너지눈을갖고있고그리고되게또섬세해서멤버들의눈가귀가돼줄수있는친구기때문에또굉장히스마트한친구고정말훌륭한리더로성장하고그런아티스트가될친구인것같고패션감각도되게뛰어나고네아바타좋아하고타이타닉좋아하고이렇게멤버소개가면되는건가요그리고그다음이콘도치사치사는태양이기때문에가끔이게태양이뭐라그럴까어두워질때가많았었어요옛날에그래서제가항상치사한테너는태양이야
왜 비가 내려 가끔 그 밝을 때 에너지 넘치는 치사가 너무 멋지고 너무 좋거든요. 정말 분위기를 한 번에 낙천적으로 만들 수 있는 엄청난 재능을 갖고 있고요. 표현의 다이아몬드라고. 정말 표현력이 와 어떻게 저렇게 호감이지? 네. 그리고 무대에선 딱 뭔가 되게 뷰티 아름다운 약간 치사로 변하는 네. 히나타 소아라 히나타. 히나타는 정말 마음이 넓고 정말 인내심이 깊은 친구 묵묵하고 아이들이 팀의 아버지라고 하니까요. 네, 뭐 말 다 했죠. 네. 외모랑은 다르게 되게 동작도 느리고 뭔가 너무 매력 있어요. 네. 히나타를 처음 선발했을 때 전 아직도 기억납니다. 모든 스태프들이 저 친구요? 라고 해서요. 전혀 제가 추구하는 아티스트랑은 결이 안 맞다고 생각을 하신 거죠. 근데 저는 그 친구의 눈이 너무 마음에 들었거든요. 음악을 틀었을 때 변하는 그 눈에서 나오는 매력이 좀 달랐어요. 히나타는 없어서는 안 되는 존재고 그런 부분에서 되게 다른 멤버랑 되게 다른데 그러므로 되게 밸런스를 잡아주는 멤버인 것 같아요. 네. 그리고 하비 에이미. 하비 에이미는 일단 뭐 목소리가 미쳤죠. 네. 뭐 비주얼에서 나오는 그 아우라 같은 것도 되게 매력 있고 유니콘을 가장 사랑하는 약간 사차원 같으면서도 네. 마음이 되게 아름다운 친구. 크게 될 아이예요, 그 친구는. 정말 프로의식이 높아요. 네. 저는 하비가 왜 저러지 한 게 6년 안에 6년입니다, 6년. 저는 한 4만 번 텐션이 떨어지는데 그러니까 정말 그거는 로봇인가? 근데 마음은 또 엄청 동물적이고 타고난 친구인 것 같아요. 네. 그리고 우에다 주리아. 네. 우리 다람쥐. 주리아는 정말 해피바이러스. 그냥 아니, 주리아 너무 너무 행복해지지 않아요? 그거는 좀 부럽고 대단한 것 같아요. 네. 그리고 그 친구도 타고난 것 같아요. 이 스트레스를 필요 이상으로 받지 않으려고 하는 그 사고전환이 되게 탁월한 것 같아요. 근데 그러기 때문에 감정을 호소하는 그런 울림이 좀 있는 것 같아요. 주리아 발라드는 세계 탑 수준의 디바가 될 거라고 생각합니다. 네. 카와치 마야. 마야는 일단 저한테 있어서 치어리더 같은 밝은 에너지, 그러니까 행복 바이러스랑 달라요. 밝은 에너지가 마구마구 넘치는 막내. 눈치도 빠르고 머리도 너무 좋고 그래요. 그리고 또 글로벌 감성도 뛰어나고 다른 친구들도 그렇긴 하지만 일단 마야는 국제학교를 나오고 영어를 잘하기 때문에 다른 의미에서 리드하는 친구가 되지 않을까라는 생각을 해요. 아마 이제 후배 아티스트가 생기면 그 후배 아티스트를 아주 꽉 잡고 뭔가 좋은 길로 인도해주는 그런 선배 있잖아요. 그게 아마 마야일 것 같아요. 그리고 아키야마 코코나. 코코나는 천재 힙합 막내죠. 네. 일단은 그 친구는 천재적인 그루브와 이 동작에서 나오는 그런 리듬을 타는 그런 무브도 그런데 특색 있는 랩의 톤으로 묵직한 랩의 톤으로 그러나 순발력 있는 랩핑 실력으로 또 춤이면 춤 노래도 엄청 잘해요. 철학적이고 되게 뭔가 명상 좋아하고
아마 사람 뒤에 있는 뭔가 기운을 읽을 것 같고 말할 때도 되게 워딩 선택이라든가 이런 것도 굉장히 생각이 많구나라는 느낌을 받는 친구예요. 그러니까 초등학교 6학년 때부터 제가 만났는데 더 성장할 거라고 믿습니다. 정말 이런 일곱 명 없습니다, 진짜. 우리 자기 애들밖에 모르는 그거 있잖아. 아 근데 저 되게 객관적인데 좀 많이 의심하거든요. 아닐 거야. 그럴 리가 없어. 어떻게 일곱 명이 완벽해? 어떻게 내가? 근데 미쳤어요 우리 일곱 명. 근데 네. 갑자기 애들 보고 싶다. 오디션 어떤 게 어때요? 야바이 야다. 오디션? 야다. 최악. 오 마이 갓. 어머 어머 어머. 야바. 야. すっごく 恥ずかしいですが 見せていただきます. 아. 収録楽に。あ、違う。見れない、どうしよう。すごい。マジで聞きたくない。ちょっとあれ。夢。見てみましょう。夢って。夢は、やっぱスターになることなんですけど、でもスノーボードをやっていて、 で、そのスノーボードでも、そういう、自分のアーティスト活動とかにつなげてっていうか、一緒にそのスノーボードとかも盛り上げていきたいなと思うし、アーティストやりながら女優とかモデルとか、そういう多方面で活躍できる人になりたいなと。小さい頃からいろんな刺激もらって、 自分もその大人に負けないぞみたいな気持ちでずっとやってきてたんで、そういう気持ちは誰にも負けないなと思います。夢？私の夢はもちろんダンスもラップも歌もファッションもすべて完璧にこなして、世界中で有名になって、あと自分すごい演技とかもやってみたいな。 思ってるので、そういうハリウッドとかにも出れたらいいなって思ったり、あと世界に通用するアーティストさんになることが夢です。名古屋の総原ひなとです。私にとってダンスは自分を大きく変えてくれる存在であり、自分を大きく見せてくれます。この自信作を聞きっかけに、より自分を成長させていきたいと思っています。 自分のダンス、歌をよりたくさんの人に見て感じてもらいたいです。将来歌って踊る観客を魅了することのできるアーティストになりたいです。夢に向かって諦めず挑戦し続け、前に向かって頑張ります。将来の夢は歌って踊れてモデルもできるアーティストさんになりたいです。 ヒロミは歌も、ダンスも全部頑張れるように、この2日間しかないので、それを全部練習させてもらって、みんなと協力しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。夢？カリスマ性があり、高い歌唱力を持ち、世界に通用するソロアーティストになることです。あんまりダンスは、 大好きなんですけど、上手くないって自分で思ってるんですけど、上手くないのにいけるかなって思っとって、振りも全然わからんかったのに、みんなも教えてくれて、すごい覚えるようになりました。もうすごく楽しかったです。顔やばい。私は世界でも通用する、歌って踊れてラップもできるアーティストになることです。 歌とダンスとかを本当にできてなきゃダメだと思う、こういうアーティストは。
それでプラスラップで、まあ、美はもうもちろん大事だから、でも自分はまだ美が今の本当に合宿に来てることってすごい美意識が高いなと思ってて、だからそこも全然まだまだ足りてないので、なんか本当に自分がみたいな小さく感じるっていうのがいいんですかね。なんか表現がしにくいです。あ、自分の生まれた日がなんか時差の住んでるところの地震の日付と時間は全く一緒だったんです。あの阪神淡路大震災っていうのの1月17日の5時46分って同じ時間に生まれたんですよ、さは。それでなんか初めは自分の誕生日にテレビつけたりしたら、なんか黙祷とかです。なんか初めはなんかめっちゃ悲しい気持ち、なんか自分は誕生日やのにすごいなんか悲しい気持ちやなってずっと見てたんですけど、まあ、未だに震災ってずっと続くじゃないですか、もう気持ちが。だからそういう人たちに自分の歌とかで、まあ、感動とか勇気とか、なんかまあ普通のそういう人じゃなくてもなんか引きつけられるようなアーティストにすごいその時になりたいと思って、でもなるにはなんかもなんてそれ以上の努力が必要だから、その努力をなんか惜しまずっていうか、あの夢を叶えるまでにずっと努力するっていうのは自分の目標にしてます。ありがとうございます。すごい変わってなかったです。気持ちが一緒です。ありがとうございます。わえ、いつですかこれ。なんかいろいろ変わりましたね、自分の方向性っていうか、今一番やりたいことっていうのをすごく自分で見つけたと思うし、すごくやっぱこの XG とか X ギャラクスの練習生を通して自分が本当にこうたくさん学んで、そこで本当にこの人生の中で XG に出会えてよかったなってすごく心から思います。すごい当時すごい多分本当に世界を目指していたので、あれもこれもやりたいっていうのがすごい伝わってきたし、でも今もやっぱりいろんなことに挑戦したい気持ちは変わっていないんですけど、世界に通用するためにはこういったことをその自分に身につけなければいけないっていう、そういった現実を今はすごく感じていて、それを本当にたくさん学んだし、やっぱりその今の自分に一生満足したくないし、本当に当時感じていたその世界に行くっていう夢をそのすごい絶対叶えたいなって今動画見てより強く思いました。本当にこの5年間たくさんのことを経験してすごいたくさん学んで、落ち込むことだったりとかもたくさんあったけど、私自身すごいいろんな味がついたんじゃないかなって思うので、はい、すごい5年前はまだ初々しかったです。でもなんか夢は本当に変わってないっていうのはすごい思うし、やっぱり今でももう常に愛と希望と勇気を与えれるようなアーティストになりたいっていう夢は本当に今でも変わってないし、すごい今の動画を見てなんか幼いですね、その時の自分すごい幼いですけど、でも今と夢は変わってないのでそこはすごい、はい、いいです。え、びっくりしましたよ、自分見て。でも赤ちゃんですね、赤ちゃんだったので、なんか今考えると X ギャラクスで本当に人間性の面でもですし、いろいろ成長したんだなって思います。よかったです、よかったです、よかったですね。よかったです。はい、そうですね、変わってないです。 XG の7人となら絶対にこの夢は叶えられるので、
自分自身、私たち自身を信じて、このまま狼のように突き進んでいきたいなって思います。そうですね、 XG の、そうだね、マヤは XG のチアリーダーとしてずっといたいなって思うし、年下だけれども年下だからこそできることだったりとかも本当にたくさんあると思うし、もう毎日が本当に深くて、もういろんなことをお互いに学ぶんですね。でそれが本当に素敵なことだと思うので、自分もメンバーのみんなに、やっぱり誰かがダウンだったりしてる時には自分がチアリーダーとしてそのみんなを頑張ろう頑張ろうっていうふうにもやりたいし、そんな存在でいたいなっていうふうに思うので、 XG としてもアルファスのみんなにも愛や希望、もう笑顔、もう面白い自分でもいたいし、そんなマヤでいたいので期待してます自分にって感じですはい、まあいろんなとこが変わりましたね。本当にもう自分にも必死だったプラス、もともとその周りにもあんまり馴染めない、結構変わった性格だったので、言葉も結構きつかったり正直にストレートに言うタイプだったし、自分に厳しすぎてもう周りが見えなかったんですね。なんですけど今はより自分がもっと自分であるためにこう一回置いて見れるようになったところがすごい変わったし、それがあるおかげでもっといろんなことを感じれるようになったんじゃないかなと思います。一つのことでも昔はもう1って感じだったんですけど、今は1のことだったら10個なんか感じれることがあるので、それってすごい自分にとって大事なことなんじゃないかなって思います。夢をめちゃくちゃ見て未来しか見てないっていう顔してました。もう自分はみたいな自分はこれになるって決めててみたいな。あと関西弁もすごい激しいなって思いました。でもやっぱそれぐらいの熱情とこう向上心っていう、そのなんかチャレンジ精神がすごいあったから今の自分があるのかなって思って、今でも変わらずグローバルのトップアーティストになることが目標ですし、あとは私たちがずっと練習生の時から夢見てるコーチェラだったり、なんかスーパーボールだったり、アメリカのなんか大きい舞台に立つのも夢ですし、そうですね、やっぱ一番の目標は世界中のたくさんの方々に XG の歌を通して夢だったり希望だったり感動だったり勇気を与えることが夢です。自分ってこのアーティストになって何を世の中の人に伝えたくて、どんな自分になりたいんだろうって考えた時に、それだけは日に日になんか変わっていくような気がしてて、最終目標は変わってないんですけど、もっとこういう自分になりたいなとか、もっとこういう方々に音楽届けれたらいいなとかっていうのも、私はすごい日に日に変わっていくタイプなので、でも一番はやっぱりこうアルファーズっていう、もう自分たちのように応援してくださってる大好きなアルファーズって本当に私は特別な存在だと思うので、まずは世界中のアルファーズに XG の音楽をお届けできたらなって思ってます。でも私たちがずっと夢見ているワールドツアーを絶対に、叶えたいです。本当にたくさんのアルファーズの方々がもう世界でもう今私がいる反対側でもう待ってくださっていますし、早く直接私たちのパフォーマンスを届けたいっていう思いがすっごく強いので、次のステップは絶対にワールドツアーです。いろいろあるんですけど、ワールドツアーを一番したいっていうのが今一番あって、全世界のアルファーズに会いに行きたいし、新たな私たちの一面をたくさん見せることができたらいいなと思ってます。ずっとこうエクストラオーディナリーなことをやり続けること、それですごく世界中の人々に本当に勇気を与えることがずっと続けてできていたら、すごく私の XG としての目標は達成できているのかなと思うので、これからもメンバーと一緒にずっと音楽を楽しくやることが長期的な目標です。
7人のメンバーは自分にとってどんな存在ですか？欠かせない存在ですね。私の人生においていろんなことを成長させてくれて教えてくれるメンバーたちで、一緒に乗り越えられるメンバーなので、これからもずっと一緒にいたいです。すっごいもう簡単に言えないんですけど、 XG って私にとってすごい人生で、幼い頃から夢見てきてレッスンもしたり練習したりっていうので、で第2章はエクスギャラクスに入ってからが始まりで、本当にすごい自分の人生の中で2個ストーリーがある感覚で、そうですね、これからももっとどんどん増えていくんだろうなって思いますし、1個も映画にできるんじゃないかなって思います。ジュリア、ジュリアっていう映画じゃなくて、あの XG っていう映画です。最後に、はい、ジュリアにとって歌とは何ですか？歌、人生です。一緒になっちゃうんですけど一緒ですね。あのその XG の中に歌入ってるから人生です。そうです、もう歌がなければ生きていけないです。音楽がなければ何もできないです。感動と希望と勇気と喜びを与えたいです。なんだろう、結構変わってるなと思うかもしれないんですけど、なんか寂しい時歌ったり、ストレス解消に歌ったり、なんだか分かんないけど感情がこう込み上げてきた時歌ったりとか、あとは歌ってすごい自分をなんて言うんですかね、自由にしてくれるものなのかなって思うので、幼い頃から歌の存在を確かに考えたことなかったんですけど、本当に体の一部として歌が横にあるので、とっても大事なパートナーです。아마 XG한테도 얘기한 적은 없는데, 아 물론 이거에 대해서 얘기한 적은 많습니다. 슈퍼볼 하프타임 쇼에 XG가 무대를 하는 겁니다. 네, 건강하고 행복하면서 카리스마 있게요. 아시아인의 아티스트 그룹으로서의 위상을 널리 알려서 전 세계인 분들에게 음악으로 좋은 영감과 에너지를 알릴 수 있는 그런 걸그룹 7인조 엑스트라 오디너리 걸스가 되는 것, 그런 것을 좋은 길로 개척하고 안내하고 좋은 음악을 만들고 지도자로서 때로는 친구로서 계속해서 이끌어주고 있는 프로듀서인 사이먼이 옆에, 뒤에, 혹은 앞에 이렇게 있는 그런 것이 XG를 통해서의 꿈 그리고 목표입니다. 그 간절함 속에서 나오는 본인들의 진정성과 음악을 대하는 정말 진심 어린 마음, 사랑, 순수함, 선한 에너지, 모두가 이렇게 열정과 포기하지 않으면 이룰 수 있다라는 그런 긍정적인 에너지, 그것을 음악을 통해서 또는 이들의 삶과 이런 메시지를 통해서 진정한 아이돌로서 전해줬으면 좋겠어요. 그 전하는 데 저는 그들의 주파수를, 그들의 삶, 그들의 메시지, 그리고 우리가 같이 만들어왔던 스토리와 메시지를 현재 다양한 사람들에게, 대중들에게 바탕을 스케치하고 거기로 그 주파수를 안내하는 그런 역할인 것 같아요, 제가. 네. 그냥 간단하게 심플한 한마디로
We are the world. 딱 이겁니다. 네. 사실 지금 이 순간도 저는 엑스트라 엑스트라라고 생각합니다. 모든 것들이 다큐멘터리의 이제 소재가 될 그런 소중한 순간들이라고 생각하고 사실 이 모든 시간이 소중하고 그런 것들을 기록하면서 저희의 이 스토리를 있는 그대로 더 리얼하게 좀 보여드리고자 하는 그런 자세로다가 저희가 그동안 엄청 많은 시간들을 다 기록했던 게 엑스트라 엑스트라이기 때문에 여러분들이랑 같이 이 엑스트라 엑스트라는 만들어지는 거라고 생각하고 앞으로 뭐 저희가 콘서트를 하든 해외 투어하든 정말 빌보드 차트에 진입을 하고 정말 꿈만 같지만 그래미에 노미네이트 돼서 수상을 하거나 정말 글로벌 아이콘이 되는 그런 순간까지도 저희가 함께 만들어가는 또 엑스트라 엑스트라가 된다면 무궁무진한 이 시나리오는 같이 만들어가는 거라고 생각하고 인생 걸고 열심히 하겠습니다. 네. じゃあ、開けてください、はい、じゃーん、ケーキじゃん。いや、이건뭐내게아니라우리다같이의케이크지。そしておめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ綺麗。おお、뭐야、이거그림이야？이거뭐야？これは私たちがデビューを記念したお守りを作ったんです。아진짜어이게대박이노래들이만든거야대박이다다이진이시마이그림내가가질수있는거야진짜야야너무멋있잖아와감사합니다너희들데뷔하고첫사인아니야아그러네네저는데뷔데뷔데뷔저는아싸이진짜みんなでタイムカプセル書きたいなって思って。いいね。ここにみんなそれぞれなんか全然短くても長くてもなんか手紙だったりとか好きな絵だったりとかを書いて3年後の今日に開けます。いいね。めっちゃいいね。めっちゃいいじゃん。3年後のジュリンさん、元気に過ごしていますでしょうか。これを見て元気出すんやで。金髪描いてね、金髪描いてます。お、いいよ。いいね。精神おめでとう。元気でね。めっちゃ普通だった。終わりました。まっすぐ進め、自分をみんなを愛して頑張ってキュー。バーイ。触れないよ。3年後触れないから。ちょっといっぱい触って、匂い触って。よしよし、バーイバーイ。はい、ほなバイバーイ。バイバイ。이따라씨와와열심히하면같이먹자와아이고 Stay happy and avocado.
ードラバーです。あ、わかる。同じこと書いてありがとうございます。はい、入った。